ローソン医師は、化学式カルニ SI2O72H2O で、表されるカルシウムとアルミニウムを含む、岩水ソロ系酸塩鉱物である。脳型小形で、角柱状や平板状の明ら性を持つ。総傷が見られることが多い。透明から半透明の無色、白色、青灰色、またはピンクかかった灰色の結晶で、ガラス光沢、または脂肪光沢がある。 屈折率は、Nα イコール1.665、Nβ イコール1.672から1.676、Nγ マイコール1.684から1.686である。白変にした時の色は、典型的にはほぼ無色だが、無色から単光色、単性色の多色性を持つものもある。モースコードは8、比重は3.09である。二方向に、完全な、壁機械を持ち、 モロ星破壊する。ローソン石は青色変顔症の典型的な変性鉱物で変出した半霊岩や戦力岩中の二次鉱物としても生成する。緑、スダル石、シタン石、アイセニ石、ザクロ石、石英と共に産する。稀にエクロジャイト中にも見られる。ローソ石は氏は1895年にアメリカのカリフォルニア州マリン郡のティブロン半島で発見。 報告された。ローソン医師という名称は、カリフォルニア大学の地質学者、アンドリュー・ローソンにちなみ、ローソンの教え子の大学院生、チャールズ・ポロッチーとフレデリック・レスリー・ランソメにより、命名された。ローソン医師は、緑レニー医師グループと関連する、蘇生、構造を持つ変成鉱物である。肺長石カルニ SI2O8 に水を加えた、蘇生だが、 ローソン石の方が密度が高く AL の結合様式が異なる。ローソン石が分解するときにかなりの量の水が放出される。これはローソン石が沈み込む先に大量の水を運べることを意味する。水を運ぶ能力に影響を与えるのは温度と圧力が変化したときの応答なので、ジャモン石、活石、フェンジャイト、十字石、緑、 すだれ石のような岩水鉱物と同様に温度圧力条件を変える実験が最もよく行われている。ローソン石は非常に広範に分布し、主に艦体平洋火山体などの沈み込み体で生じる。ローソンイとハ長石は組成が似ているが構造は大きく異なる。ハ長石は O44 面体の構造をとるが、ローソンイは AL を含む8面体を持ち、 SI2O7H2O とおよび4ハイ以上の非ンからなる空間群 CMCM の鉱物である。ローソン石は、ミドリスダレイ師グループと非常に近い構造を持つ。結晶に含まれるカルシウムと水分子は2つの AL8 面体と2つの SI2O7 からなる管の中にある。大きいは AL8 面体につながっている。ローソン症の明ら癖を持ち。 に方向に完全な壁機械がある。透明から半透明の結晶で白色、単性色、無色でガラス光沢や脂肪光沢を持つ。比重は 3.1g マイ立方センチメートル、モース硬度は7.5である。変更顕微鏡のオープンニコルでは、ローソン石は青色、黄色、および無色に見える。屈折率は nα イコール1.665、nβ イコール1.672から1.676、nγ イコール1.684から1.686で、複屈節度デルタイコール0.019から0.021である。二軸性成功結晶である。ローソン医は、高圧条件の指標鉱物として使える、変成鉱物である。変成鉱物は、ある温度、圧力以上でなければ生成されないため、 変性岩中に存在する鉱物から最低温度と最低圧力が決定できる。ローソン石は低温高圧条件で生成することが知られており、冷たい海洋近くが海溝からマントルに沈み込む場所で最も一般的に見られる。スラブの初期の温度が低く、流体が同時に沈み込むため周囲のマントルより温度が低くなり、低温高圧の条件が達成される。愛染石。 卵象石、ハイスダレ石は青色変顔症の主要鉱物でありローソン石と共存することが多い。この鉱物組み合わせは青色変顔症の指標となる。ありがとうございます。